はい、ということでこれが、先ほどの前の動画ですね。多分動画の投稿順的には対戦パートはこっちの解説パートという感じでいくと思うので、そうですね、はい、まあ、こっちの方が、今回谷五郎君が使用した、まあ、ドッカンデイヤーガチなやつになります。そうですね、今回使ったガチのドッカンデイヤーになりますと、まあ、デルダムいるんで連動構築ですね、うん、デルダムと、バビロニアがいるので連動構築です。そうだね、2ブロが使えなきゃ、もう2ブロックはもう次15編に入るので多分ほとんど一部のカードも使えなくなります。うん、まあ、15編に入ったら正直10、まあ、15編のプールで十分いいの作れると思うからね。うん、そうですね、まあ、抜けるとしたらテックとイチゴですね、うん、あとデルダムがちょっと抜けるのでそこをどうカバーするか。ただ正直言うとあのラルドはスピードが落ちるので、ね、フィニッシュカードどうするかって話になりますよね。そうだね、ループのフィニッシュパーツが2ドルだとなくなるんで、そう考えると見てマグナムもいないので、うん、どうやってやるかで、まあ、そもそもドッカンデイヤーというデッキタイプとして成立するのが15編に入ってから、まあ多分私は2ブロは多分違うに言います、うん、まあ、っていう話はまあさておき、これがまあデッキの内容やね。まあ、安定の勝負、まあ、初動と、まあ、9枚目ということで一応チタン組まれてます。うん、一応、まあ、ここをベラドンダーって言う手もあったんですけど、うん、まあ、単純にこれが多分いいと思いましたね。赤白フィルナシとかありますけど、黒に、まあ、ベラドンダーにしちゃうと黒を引かずといけないので、そうね、ってなった時にやっぱ単色で強いってなったら一応チタン組がするかなと、うん、オーバーロードである必要性がないから、ないです、ね、ジョーカーズが正直ジューサーしかいないので、ね、まあそうなってくるとね、他の2コース初動と比較してもまあ一応があって感じ。そうですね、でまあこのオーラたち、うん、合計10枚ですね。まあ、うん、まあバライフとジェレニーが4じゃない理由っていうのはあれですけど、まあこの辺に咲いてるかな、うん、ダークネスとかこの無口に咲いてるかなんですけど、多分その辺が入んなかったらここが44とかだった。あ、何は多分もう2ブラだったらここ抜けたらもうこの枠に入ってきます、ね、うん、ではしたけど、まあ、これはループパーツ、まあ、2あればいいやって感じ。そうですね、3も個人的には3もいらないかなって感じですね。結構、まあ、割と3の構築もあったりするんですけど、あ、そうなんですか。でも、まあ、俺は割と荷積みが多いイメージがある。個人的には2かなと、まあ、単純にこれ盤面監視できるんでメタクリのあれも心配ないんで、うん、でムクチュンこれ強いっすそれはね、まあ、確かにあんまりそのテンプレのアーキタイプではあんまり見なかったけど、いないです、うん、ドッカンテレアがいる状態でこいつ出せたら3回リアルできますよ、うん、3枚で2枚捨てるので、でデュラインに来たらこういうザンドだったりジューサーだったりジェレニーとか、まあ、バビロニアを墓地に押せるので、まあ、墓地に行ってほしいコンボパーズをこう山札から探しに行きながらここのガチャレイで速度がたまるんで、できます。それはね、ちゃんとマリゴールドが出てくる4点の方がいいですよ。マリゴールドで出せないオーラの方が少ないからな。で、デルダム、うん、デルダム、まあ、4もあります。ただ3色で強いです、本当、うん、強いですけど引けなかった時はしんどい、うん、だってなんか周りの相談した結果私は3です。なるほど、結構安定もで4の人も多いんですけど色が強いのが中なので、1体出せれば十分ってとこはあるよ、ね、そう、結局2コストの初動で立ち上がっていく感じ、うん、2コスト初動から次のターンにまあバライフか滞在呼んでジェレニーかムクチューンっていう動き方でしょ、ね、この感じがですね。であとデルダムいいところはこいつの破壊対象になるんですよね、うん、盤面に残るので、盤面に残る手札が減らないダークライフだから、うん、ね、変なこと、変な話、動画撮る前に不利だったんですけど、これからこれ持ってきたりするともう宇宙なんで、宇宙ムーブやったね、あれはなんで、もうやっぱこれは最低3、うん、多くてもいい、多くて4、まあどっちか、まあ、3か4、3でもいいかなとは思うけどな、俺は。まあちゃんとここ引けるなら別に3でもいいですけどね、正直ここまでやってるからね。そうですね、まあ、正直そういう抜かしてこれ4枚目とかでもいいんですけど、2コスト初動9枚体制になってて2、4の動きがこんだけあるからね。そうですね、別にデッドダム4枚目じゃなくてもいいかなってところは思うけど、まあ、今でテックさん、まあこれはビート対ビート、まあ対ビート兵器ですね、受け札、うん、受け札、このデッキ意外と受け札がこのジューサーとかしかないんですよ。ジューサーとこの、まあ、バライフォンはトリガーですけど、そこぐらいしかないんですよ。あとこのチェックが意外と受けが薄かったりするので、速攻とかに弱かったりするんですよ。ってなった時に1枚で結構返せるのがテックで、バーンメアみたいな殴るデッキと違って GR 全能が入らないから、ジューサーの GR 召喚自体が防御に機能しないんだよね。あんまりですね、まあ機能するとしてもいい、読み実ってきてザンドで一旦破壊するとかしかできないので、うん、で
残機残じゃない理由もありました。あの水っていうところですね、青黒なのでやっぱりそこが強いです。水がやっぱりテクダないと結構少ないよね。あと、まあ、これはまあこれからもですけど、診断でウサブレラとか出るんですよ、あれパワー4000なので残機残じゃ刺さらないんですよね。そうだね、そうやったらもうやっぱじゃあテックがいいでしょうとか、ね、テック入れてます。まあ最強のキャブだ、ね、強いよね。ループデッキなら、まあ、こういうデッキやったらやっぱりテック入ってくるかなって感じで入れてます。下手に自分の盤面に干渉する必要ないからですね、これだと。で、13-4。まあ、安定最強でしょ。最強。最強の札。まあ、こっちはマグナム型じゃ ないので、重装を入れる必要がない。重装、向こうは重装を入れた方がいいかなと、こっちはですね。まあ、融合セットも強いし、まさに2-4-6で動いて、次7番になるのも強いですね。ああ、なるほどね。いや、6が強いです。まあ、実質2回 GR できるんで、で、マナも増えますし。いや、安い時に買っといてよかったです。見たい話が、まあ、今落ちてますけど、でもやっぱ高いのは高いからね、持っといて損ないカードです。結局高額ベリーゲアの一角だから。そうですね、やっぱこれは、まあ、これ使うなら、まあ、トリガーも強いからこれこれ入れてます。単純に GR できますしね、で、ループパーツです。ループのフィニッシュパーツの一つで、で、いや、まあ、このデッキの、まあ、代名詞です、ね、キリグだ。まあ、単純にさっきもやったんですけど、これでデイヤがいる状態でムクシュンとか使ったら、ムクシュンとかバビロニアがいる状態で使ったら結構すごいことが起きるんですよ。なぜか手札をリフレッシュしながらガチャリン相関できるっていう。そう、なんか手札増えた前になんかクリーチャーがいつの間にか増えてるってことが起きるんで、しかも2体でそれが2倍なんですよ。まあそれは強いですよ。2体で重複するっていうのがね、だこいつのダメなとこだよな。メルゲプレイ終わったかなと思ったらまさかのトップになるのはこいつだった。結局ミツヤル電動とは何だったのかっていうね。正直この時ミツヤルじゃなくてもうこれですもん、正直これはまあ出たらいいなぐらいで思って、正直電動がちょうどいいですこいつは。そうね、プレデンまではいいから正直言うと、プレデンに行くもんじゃないなこいつは、まあ1あったら、まあ、逆転かどうしてもいいですし、という感じですね、ミツヤルに関しては。でマグナ4、まあ、これはまあ強い、まあ、単純に4マナ使って3回 GR できるのは強いです。やっぱり、まあ、あとデイヤーと色も合ってるし、そうですね、赤なので、単純にこの、まあ、そうですね、デイヤーとも合ってますね、捨てるのでですね、デイヤーが優勝でこれ打ったら実質4回 GR ですからね。そうね、捨てる分があるからね、コストで、なんでそこからエナジーとかめくったら、まあ、ハンド切ったハンドがまた回復するので、だいぶ宇宙分だいぶそうです。じゃあ次ピンですね、まあ、一番さっき言った通り初動ですね。で、バビロニア。バビロニア。まあ、これはフィニッシュカードですね。まあ、ここをまあ、人によっては、まあ、ベラだったり、ザルバだったり、あとは、ラルドワスピアだったり、まあ、人によって、構築によっては、秘密のフィナーレという場合もあります。山墓地に送るので。あれが入るタイプなの、もありますね。まあ、バビロニアが、デイヤーとバビロニアがいたら、まあ、そういうことが起きることになる。これとこれがいる状態で、エナジーとかやったら、6枚引いて3枚する3回 GR ってことが起きるので、だいぶ感度が増える、剣、盤面も増える、わーお。でさらにここからね、サザエとかつながると、さらにそうなんですよ、ね、ムーブしだすでしょう。そんで GR をいっぱいめくれるのが強いですね、気持ち悪い。で、ダークネス、ダークネスは最初入れてなかったんですよ、私。これなかなかおしゃれやな。けど、本当これ、妨害だとしてもやっぱ入ってるんですけど、一番の仕事はボトムケアです。墓地にもし何か相手がハンデスとかもしくはこのデイヤーとかマガとか切ったりとかした時にも墓地から打てるので、でハンデスもできるし、盤面になんかめんどくせえの見たらそういうマイナス4000とかいうこともできますし、無駄にならないよねこれ。そうですね、だからピンでいって引いたらおおってなるカードです。でまあこれ私がその3位になった CS で準決勝だった相手これ入れてたんですよ、私の入れた方なんですけど、やっぱり強いです。刺さないで2枚引いたやつを全部捨てられるので、返し、まあ、ミラーで結構重宝したりする。ミラーでとりあえず2枚とか確保したやつを刈り取っていくっていう。まあ割と結構いい、まあ、やろうと思えば別にシナイガとか釣って、ね、シナイガとかデッドダム釣ってきたりもできるし、ね、本当もうデイヤーが多くなったら正直ハンデス多く入れたりする、もうハンデス多く入れないと、まあ、相手の動き妨害できなくて回れちゃうことがあるんで、だからあれだよね、ジェレニーでキーパーツを引っこ抜いてもたついたところをダークネスで刈り取っていくような感じで、あと私が言ったのはこれにロストマインド入れてました。あマナで特にアレンジされます、敷いた盤面は。そうね、盤面は呪文が多い、盤面に対してロストマインドだったらほぼドーンと落ちてるので、ツイパクトカードばっかりだからね、盤面は。盤面はもしかり虫虫のんのんしかり、ツイパクトカードですね、ツイパクトがかなり比重高いからですね、
まあ突き刺さるわな。次に GR、 まあ嫁島リゴルダもちろんごとく、まあ踏みたおしかと、いや 8のクリーチャーオーラ出るのはやばいですよ。嫁島ね、なんか悪いことするなとは思ったんだけど、まあ、デッキこれから変えますけど、なんでこれから大波動も出てくるんですか。いや一回なんか知り合いのバクテバシでこれ出てきて大波動って言われて、あっってなりましたね。負けねえじゃんなって、わーってなりましたね。でまあマリーゴールドはもちろんごとく、まあ、基本こっから上が出る、うん、ここしっかり、これとここしっかり、まあ、オーラも出せるので、まあ、大体のものが出るよね。そうですね、まあ普通にデルダもいいリソース確保でもいいし、無垢中に引いて2捨てで、まあ、で焼いたらここ優先とかでもいいですし、なんならこれも持ってくれますし、真ん中からただまあ真ん中でデイヤー釣り上げるときは色確保注意って感じやね。そうですね、あの前にフリーしたときに一回事故この間のフリー、ね、この間事故がちょっと起きたので、この間フリーやったときに真ん中からマリゴールドでデイヤー釣り上げた結果、赤い真ん中に赤がなくなってマグナできないみたいな、マグナできないっていうか、あのレッドショットが使えなくて縦回収できねえっつってループ失敗してたことがこの間あったからね。まあそういうことはちょっとまあ置いといて、ね、おっとおっと苦い記憶だけ消そうとしてる。まあクリスマス、まあ、クリスマスはブーストして、まあ、真ん中回収もできますので、これさ真ん中回収がしても良いっていうのすごいよな。そうです、普通にブーストだと違います。あと、うん、なんでこいつマナドライを4にしなかったのかと思いました。マナドライこいつは4なのになんで3なんだろう。謎の格差が。なので普通に例えばまあ相手が例えば、ね、ネイチャー5ブースターとかみたいに結構4ターン目確実にネイチャー打ってくる敵とかにはもういあのブーストして曲がるパターンがあるんですよ、うん、もう家族だがこれからクリスタルめくらないといけないっていうことしかないので、これでこれめくりに行ってここから繋がるかなってしないと勝てないです。逆にそんだけさ、今ネイチャー入りましたいるか分かんないですけど、でもネイチャー系のデッキには割と、まあ、たまにいるからね、うん、まあ、それに対してあとは、まあ、まあネイチャー自体マナに置けるので関節があんま効かないんですよ。そうそう、ネイチャーとその他の出すクリーチャーがいたらコンボパーツ基本あれマナでいいデッキだよね。そうなんですよ、相手の前に干渉できないので、まあ、こうもう超絶上振るムーブをしないといけないからこれぐらい入ってる、うん、まあうん、まあこれはいるね。さっきもみたいに3つある回収者でいるので、まあ、ドローソースなさですね。まあここも普通に2ドローが強いですね、まあ うん、まあ、これいたらやっぱり実質4枚で2枚捨てるなので、まあ、これもいたらさらに宇宙だね、なんかも言ってますけどね。エータとは盾、自分が盾割れる、まあ、レッドシャドウ、ね、レッドシャドウですね、手落ちをケアしてるとか。そうですね、さっき言ったのは残土交換無限ストックとジレニストックとジューサー効果を終わらせてから全部出したいですね、うん、でレッドショットを無限に繰り返して5回やればケアできるので、でカット、まあ、カットちゃんが個人的には結構微妙なとこかなとは思ってる。あの最初ここ立ちこえたんですよ、うん、あのこれが入ってない時ですね、うん、ただもう、やっぱ妨害部なんか欲しいってなってミラータイムで、あの時やっぱ黒がデルダムもいてテックもあってここ黒格好してるので、あ、じゃあカット強いなってことで入れました。あくまでここの追撃の判ですってことや、ね、そうそうです、ダメ押しの、まあ、普通に妨害裏として入れてますので、うん、まあ、ボトムケアはこれでできてるので、まあそうだね、大丈夫です。そこはちゃんと墓地から打てれば大丈夫なんですね。確かにって感じですかね、というような感じですかね。まあ調整するとしたらここの枚数だったり、うん、まあ、このこれ使うより、まあ、正直個人的にはバベルネが一番いいと思います、フィニッシャーは今のところ。まあ確かに噛み合ってるっちゃ噛み合ってるよね、ベラとかと違って。あとはまあラルダオスペアだったら、まあ、さっきで残念の破壊したい場合2ブースできるので、で次のターンに、ね、またマナー一気にカウント伸びるから、そうそう、これもできますね。まあ実際確かに色っていうか、まあ、あとまあデッキのエンジンっていうのもバベルネが無理やり使えるからね。うんですね、あ、普通にあのベラって基本、ベラは基本フィニッシュにしかなんないけど、こいつマナ、こいつ一回取り立てとくだけで一旦自分のリソース確保とか、うん、デッキエンジンにもなるから、うん、でこれあと普通に相手のハンド見れるんで、うん、ハンデスもできるんですね、単純に相手のハンドを無理やり入れ替えれるっていうのも地味に効いたりします。多分結構これが合ってるとは思うわけですね、的には GR 召喚があれなんしたりできないんで、ボスが厳しく思います。その時は気合でこれを引き実際対面がバーミヤンの時も洗脳だったんですよ、うん、その時にもうブーストいっぱいしてこれやってこれ投げた方が絶対早いんですよ、うん、そのおかげで3位になったんですけど、その準決勝で先導出されて、ああ大丈夫かなと思ったら、まあこれとこれで、いや、で連続でできたらすごいですね、うん、これならほら GR もいっぱい出るんで、確かにというような感じですね、ですね、はい、まあ、デニアに関してはあちこちコーチ転がってるんで、そうね、まあ、まあ、参考程度にこれもまあその1個ってことやね、そのうちの、そうですね、
っていうような感じでした。はい、というわけで、はい、じゃあまあこれが谷五郎くんの、白抜きの4C ドッカンデイヤ、ドッカンデイヤ読み字ループということでしたと。はい、はい、じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。